はい、どうもこんにちは、沖縄おばばです。はい、ウォークインザスピリットさんが面白い記事上げてます。はい、まあこれね、多分ね、ダーのキッシーさんですね。ダーのキッシーさんは、いわゆるね、シュワッとブーからね、いい子いい子、偉いね、よくやったねって褒められてるでしょうねっていう記事です。なんと、あるね、まあ海外からなんですけど、日本のことが、まあ、世界のね、最先端を走っていると。はい。そういうふうに、取り上げられていました。あ、いい方の最先端だったらね、これ良かったんですけど、っていうことで、そういうわけじゃないんですよ。はい。なんとね、超過。はい。超過のね、4ですね。超過の4と、あと、いわゆる、生まれてくるですね。生まれてくるね、ピヨコです。はい。生まれてくるピヨコの数が、すごい減少していると。はい。もう嫌になりますし、もう、言うの嫌になりますけど、割と、世界でも、最先端を走っていると。めっちゃくちゃ減少してますよ。日本ということで。はい。なのでね、今ほら、日本の人口ですね、1億2000何千万とか言われてますけど、多分この数適切じゃないでしょうね。はい。どんどん減ってます。はい。そのことが海外でね、話題に取り上げられていたということです。はい。まあね、少子化対策にね、5兆円出すの嫌で、はい。いわゆるね、昆虫ですね。はい。昆虫食にね、はい。昆虫食を代表するね、SDGs にね、6兆円ですね、出すのは、ポイッと出しますからね。はい。いかに、この、なんていうのかな、人口減少のね、はい。言っちゃいけないのかな、この言葉。はい。対策ですね。はい。減少する対策に、渋っているっていうことがよーくわかりますよね。はい。なんて言ってもね、コオロギちゃんですね。はい。コオロギちゃんを代表するようなね、SDGs のね、あの費用には6兆円ポーンと出しますから。はい。でも、少子化のね、5兆円はめちゃくちゃ渋ってるんですよ。はい。こういうことになるのは、まあ、当たり前だのクラッカーでございますね。はい。ということで、まあ、日本がね、最先端を言ってると、ある意味。はい。最先端ですね。あんまり嬉しくない最先端なんですけど、そういった記事が出ておりました。はい。もう海外の人たちからは非常にね、これが、注目されていると。はい。非常にこのことが注目されていると。はい。まあそういう記事でした。まあそうでしょうね。わかります。はい。まあそうなんだろうなと思いました。はい。今日もね、さつまいもは元気でございます。もうそろそろね、もうちょっとしたら収穫できそうな感じになってきましたね。お芋ちゃんがね。はい。ネギもいい感じですね。はい。こっちにはちょぼちょぼといろんなものが植わってますけど、はい。で、ここにね、ミータンちゃんが日向ぼっこということで。ねえ、いいでちょね、みーたんちゃんね。はーい。はい、みーたんちゃん。ね。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。